3、2、1、GO! はい、今日はヘルニアとか腰痛とかの、まあ予防とか防止とかリハビリとかに使ってほしいんですけど、まずちょっとリラックスさせるためにブルブルと足を揺らしてください。まあ無理のない範囲でやってくださいね。で、痛い人とかやらないようにしてください。どう？揺れてます。揺れてる。気持ちいい。うん、え、腰痛とかはない？何にもないです。あ、何にもない。何にもないけど、予防。腰痛がない2人がやってますけど。はい、まずリラックスさせるのが大事なので、呼吸しながらですね、リラックスしてやってください。まあこんな大げさにやらなくてもいいけど、普通に呼吸してやってください。3、2、1、3、2、1、はい、で、今度右足をこういう風に乗せます。そうするとお尻の筋肉がかなり伸ばされると思いますので、このお尻の筋肉を伸ばした状態でまた吸って吐いてを繰り返していきます。吸って吐いて吸って吐いて。寝そうやねこれ。寝れるぐらいなんか気持ちよくて心地いい感じです。まあ、別に寝てもいいと思うんだけど。まあ腰痛のある人とかヘルニアのある人、やっぱりストレスが多かったり、なんか体がリラックスできなかったりとかいうのもあるので、こういうね、まあ、何気ないストレッチをやってあげてください。で、今度そのままそれを右に倒していきます。はい、これはなんとなくこう腰痛予防っぽいなみたいなポーズになってますけど、こういう風にねじってあげます。で、またゆっくり呼吸を続けます。吸って吐いて吸って吐いて。ちょっと言い忘れたんですけど、このメニュー鳥羽西君に作ってもらったので、今鳥羽西フィットネスっていうタイトルにしてるかもしれないけど、まあ、動画の説明欄に貼っときますんで、ぜひそちらのチャンネルも見に行ってください。戻して、今度逆の足ですね。左足を上に乗せます。お尻の筋肉が硬いと結構この体勢でもね、この体勢が取りにくいという人もいると思います。大丈夫そう？余裕です。余裕。まあ女性は多分余裕の人が多くて、まあ、男性の人でめっちゃ体が硬い人とかやったらちょっときついなって思う人もいるかもしれないです。で、このお尻の筋肉がその普段疲れてなくて活性化されてないと、なんか歩いた時の衝撃とかがお尻が吸収してくれなくって、それが腰にそのまま衝撃が来て、で腰痛の原因になったりっていうこともあるので、このお尻の筋肉をほぐすっていうのが、腰痛予防とか、ヘルニアのリハビリとか、そういったものにすごく効果的です。はい、じゃあこっちに左側にまたグッと倒していきます。結構この状態の時は結構お尻に刺激を感じる人も多いと思います。で、別にこれまあ腰痛でもヘルニアでも何でもない人がやってもらってもすごく気持ちいいストレッチになってますので、皆さんぜひやってください。暇な時にでも。
平和ですね。平和やねこれがずっと続けば3, 2, 1, 3, rest, 2, 1, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
一応ポイントがあって、胸を地面につけるような感じでぐーっと胸を近づけていってください。こう背中丸まった状態じゃなくて、胸をぐーっと地面につけていくような感じで、ゆっくり呼吸していきましょう。吸って吐いて吸って吐いて、吸って吐いて。で今度は胸をぐっと張っていきますね。これもこう胸を前に突き出すようなイメージ でこの時にこう背骨があんまり動かない人って腰から直角に曲がってしまうんですけれども、腰から直角に曲がると結構腰に負担がかかってくるということで、まあ腰なんていうかな、背骨周りがガチガチの人とかだったらこのポーズでちょっと腰が痛いかもしれないんですけど、それはもうなんか背骨周りの筋肉をほぐしていくしかないので、まあ自分のできる範囲で、痛くない範囲でやってみてください。吸って吐いてを繰り返します。胸を前に突き出すイメージでやっていきます。よし、はい、じゃあこのでんでん大根のやついきますね。でこっち右手上げてる方に顔を向けます。でこの左手上げたら左の方向きます。これを繰り返していきますね。これがなんか人間の基本的な体の動きらしいんですけど、こういうなんか腰痛とかヘルニアとかになってこうちょっと神経がおかしくなるとこの動きができなくなってきたりするということなんで、まあこれ自分のペースでやってください。これも息を止めずに呼吸を普通にしながら行っていきます。まあ、徐々に体が悪くなってくるとこんなん誰でもできるやろっていうポーズができなくなってくるものなので。はい、今度はちょっとこっちに来て。俺こっちかな。で右手だけ手のひら上ですね。で手のひら上向けてる方を見ます。で逆、手のひらが上の方を常に見ていきます。そうそうそう、これもさっきの人間の基本的な体の仕組みの動きみたいです。後で動画で見返して自分ができてなかったらちょっと面白いけど。意外とでも手がプルプルしてる。意外とでも汗かくよね、なんかじんわりと。熱くなってきました。やっぱりいろんな筋肉を使うので。はい、で、これもこう胸を後ろにグッと押してあげて、で胸をグッと最後張ってあげる。これもまあ背骨をこう動かしてあげるという動きができるようにやっていきます。意外とこの胸のところの背骨の動きが人間一番悪くなってくるんですけど、そうするといろいろ自分の動きに制限ができてしまったりとか、
当然その腰痛とかヘルニアとかにもつながってきますので。この動きで意外とやっぱり汗が出る動きなんですよね。タイムコンプリテッド。あ、番宣入ります。番宣入ります。じゃじゃーん。あ、もうちょっと、あ、それでいけるね。 CD が出まーす。発売済みです。あの動画の説明欄に URL 貼ってますので、ぜひ見に行ってください。ありがとうございます。